あ、松本先生、電話かかってきました。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。松本です。はい、あ、松本先生、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、あれって私の声って届いてるんですか？でも届いてます。皆さん届いてますよね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。気圧がどれぐらいだと真ん中らへんかってとこですよね。うん、そうですね。なので、せっかくなんで、じゃあ、このお電話で申し上げておきましょうか。あ、そういうこと、あ、皆さん、ちょっと、松本先生からの、はい、はい、ちょっとどうぞ、もうちょっと、今ね、多分皆さんに聞こえてると思うんで、僕に話す感じじゃなくても、はい、皆さんに話す感じでやっていただいたら大丈夫なんで。あ、私たちはちょっと動画撮れるか分かんないんで、はい、その動画の代わりで、はい、姫野先生のライブ配信で。はい。ですよね。はい、どうぞ。ボーダーは、まあ、記述が要は真ん中ら辺がどれぐらいかってとこですよね、まず。で、私が今んとこ、まあ、自分のクラスの受講生の方がほとんどですけど、お聞きしてる限りだと、真ん中ら辺になるのが、第1欄。これ、名編と会社分割ですけど、ここはできてるのがやっぱり半分以上できてまして。名編っていうのは、本店移転と超合変更も両方ってことですか？はい、あ、両方ってことです、うん。私は片方できてないと、過去にも、収益にともゼロになると思ってるんで。そんなに厳しいですか？と思ってるんですよね。わかりました。過去に却下されるじゃないですか。そうですね。名変しないと。うんうんうん。まあ、ただそれだけで不合格になることはないと思うんですけど、まあ、過去にゼロになるかなと思ってまして。で、そこができてて、第2ラウンは、第2ラウン。まあ、1個、過去1は合ってて、うんうん、過去に過去3、ここら辺から枠ずれしてても、まあ、真ん中ぐらいには入るかなと思います。うんうんうん。はい。会社分割債務者変更と分割譲渡あたりは枠ずれしててもいいってことですね。はい、そこら辺は枠ずれしてる人は結構多いので、うんうんまあ、枠ずれのパターンがいろいろあるんですけど、うんうんうん、そうですね。過去に逆だったりとかも、分割譲渡を1件目に書いてたりとか、そうですね。ちょっとバラエティーと言いますけど、債務者会社分割忘れてしまう人もいますよね。はい、そうなんですよね、そこは。なんで、ここら辺は割と3個中1、2個崩壊してても、まあ、ボーダーは超えてくるかなと思います。うんうんうん、はい。で、次第3弾で、はい、これはですね、やっぱり何の登記申請するかは分かっててほしくて、うん、で、申請に間違ってるとか、うんうん、まあ、変更後の事項が全然書けてないとか、ぐらいだったらギリギリ、まあ、大丈夫かなってところですかね。うんうん、はい。で、第4弾は、空欄で大丈夫です。空欄で大丈夫です。はい。今のあたりが大体できてたら、まあ、ボーダーぐらいでして、次、商業ですよね。はい。商業登記の技術は、これやっぱり、ちょっとハードル高くなっちゃうんですけど、うんうんまあ、何の登記するかは、まあ、ほとんどみんなできてるんですよね。はい、そうですね。僕も、なんかそんな実感です。ですね。で、やっぱり間違えてるとこっていうと、はい、まあ、新株予約権の発行の登記で、まあ、数間違ってるっていうとことか。うん、そうですね。数は間違ってるとこ、はい、いらっしゃいますね。はい、そこが完璧じゃない人が多分半分以上いるんで、うん、それはこまに間違ってても OK で、あとはまあ、添付書面1、2個抜けてるとかぐらいは普通ですかね。はい、あ、ね、あとちょっといいですか。会計監査人の住人を、はい、その普通の問題って定時株の総額が第二申請にあるじゃないですか。まず臨時やって次定時っていうパターンが多いんです。今年逆じゃないですか。定時臨時の順で来てるんで、はい、第二申請に自動サインに書いてしまったっていう方が意外と多かったんですけど、これ聞いたことあります？私のクラスだと1割ぐらいしかなかったですからね。おお。思えなかったですね。それはどうなんですかね。もうまあ0点だと思うんですけど、その部分は。まあ、そこは0点になりますけど、それだけだったら、まあ、全然大きなミスじゃないですよね。うんうんうん、はい。おー、はい。はい。で、第2弾ですよね。はい、第2弾はですね、やっぱり一応役員はかけておいてほしくて、で、新株券の一部消滅、譲渡制限規定の変更、どっちかをなぜか登記すべき事項で書き忘れてるとか、いう人はいるんですけど、はい、それだったらギリギリ OK かなと。やっぱ添付書面は1、2個は間違ってるんで、それは普通かなと。で、最後第3弾登記することができない事項はできてってことなので、なのでこれ、普通に採点すると真ん中ら辺が20点後半から30点ぐらいとかになっちゃうんですよね。
おお、ってことは上乗せというのも高くなります。商業技術がだから、ま、近年まれに見る優しい目の問題だったって感じですね。そうなんですよ。みんな高得点になっちゃうんで、なんで個人的な予想としては、すごい厳しく採点すると思うんですよね。そうですね。みんな点数高くなるんで。はい。確かにその、わかります、わかります。はい。でとにかく技術の基準点は35点前後にしないといけないって調整してくるじゃないですか。あ、そうですね。平成26と平成27が顕著なんですけど、どう考えても平成27の不動産登記の基準の方が簡単なんですけど、はい、平成27の基準点の方がなぜか低いんですよね。そうですね、低いですね。37点、はい、と36点ぐらいですね。はい、よく覚えてらっしゃる。見てます。はい、そうですね、見てるんですよ。はい。さあ、どこでも平成26の記述をすっごい緩めに採点してるとかやってるんで、なので今年も基準点を真ん中らへん35点前後にするんだったら、商業でみんなが間違ってるところの限定を多くするとかするしかないかなってとこですね。確かにそうですね。はい。それが大体真ん中あたりっていうことですね。そうですね。で、総合的に言うと、まあ、全部の基準点プラス大体24から27。まあ、これは誰でも言うと思うんですけど、ぐらいなので、まあ今申し上げた技術の基準って、例えばジャスト大学だったら、択一で8問から9問取れてたら、まあボーダー上ぐらいかなと。まあ、技術でもうちょっと上乗せできてたら、択一はプラス6問とか5問でもいいかなっていうぐらいですね。はい。不当は不当で辛いんですけど、小当は小当の辛さがありますね、技術、対策として。そうですね。これなんか見せちゃいけないっていう方向になっちゃってますからね。そのプレッシャーは、きついですよね。はい。なので、絶対時間は残さないといけないってことなんで。そうですね。確かに。時間ないともうダメですもんね。はい。で、合格者の方って結局、商業登記を最後までかけてるんですよね。そうですね。はい。はい。確かに。そうですね。はい。ということで、これがほとんど、ご要望のあったっての動画の答えで、はい、平野先生の動画が私のボーダー動画になりました。はい。ただ、松本先生、この動画は、もしかしたら僕のこの後の発言次第では非公開になるかもしれないところなので、はい、なんとかね、松本先生の電話の時間だけは、切り取れるようにします。あ、すいません。はい。